やはらこんばんは、マジ大道芸人ハマーです。はい、現在10月25日月曜日の午前3時3分になろうとしてますね。はい、今日はね、12時過ぎから、鬼滅の刃無限列車編3話、そして無職転生15話、そして今見える子ちゃんの、4話ですね。はい、今アップロード終えまして、さあここからはアベマ TV ですね。先輩がうざい後輩の話3話、これも楽しみです。今回もアニメ皆さんで楽しんでいきましょう。はい、それではですね、簡単に自己紹介、僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、テレビには25回ほど出ました。でこの本の著者であり、現在40歳、芸歴15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーをやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響で去年の2月頃から全く仕事がなくて ほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してます。そんな自粛中、アニメにドハマりして、この1年7ヶ月ほどで490から500作のアニメ見てます。で気づけばアニメリアク職人と名乗り、現在アニメリアクションガチで真剣にやってます。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなどなど、すべて説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。はい、それでは行きましょう。先輩がうざい後輩の話、3話です。アベマ TV ですね。じゃあ、行きまーす。3、2、1、スタート。優しいね。寒いのね。武田がなんかかけてくれそうやね。やっぱり。すぐ言う。すぐ言う。さあ、この風間と桜井の行方も気になりますね。
クリスマスか。あれ、今のロシア語の先輩って1話で出てきただけやね。なんとかモナやったかな。桜井、あら、おお、なんだっけ、山岸と大石やったっけ、山岸やったっけ、なんだっけ、出てきた。あ、月城か。かたじけない。うまいとかじゃなくて熱いだけかい。カオルやったかな。クリスマスか。無縁、無縁です。わかりやすいね。
風間とラーメン屋行ったの話ちょっと気になるな、前回の。わかりやすくていいね、歌が。かわいいわ。4時5分。ゆずの曲にありますね、4時5分。おらへん。外回りかな。会議からの直帰か。夏美か。香りって誰やね。出せてない。ああ、出ました。カオルは白いスラのアクアトープや。おう、見える方に続いてサービスショート。やべ、双葉かわいい。置いとくんかな。ちゃ早く出勤してきたね。風間や。せんのかね。
年末は忙しいですよ。一応僕は会社員7年やってたんでね。また居酒屋かな。クリスマスやし、いいな、この二人の、なんかね。何このいい雰囲気。あ、いいな今の。あ、いいな。ちょっとこっちなんかだいぶ発展してきてるね。何言うたんやろ。
早見沙織さんの声、ええな、改めて。すごくいい。お、本格。いや、ネクタイ、早渡さんと。もう時間ないぞ。雪。エヴァンゲリオンカラーやね。これは いやめっちゃいい。今回神回やなこれ。いやもう終わりか。あれ。サイズが合わんかった？飾るんかい。もったいない。もったいない。もったいないのね。つけた。いやー。
座の冒頭でね、マフラーなくして泣いてる園児にね、まず双葉が、マフラーをあげるというね、ところから始まり、それでね終わると。いやー素晴らしい。で、夏美に、やっぱ夏美はもう見抜いてますよね。夏美はもう見抜いてる。で、あと月、月城さんだっけ、ちょっと名前もう一回、月城モナはちょい役なんかな、なんかその今後出てくるんやろか、なんか今回おしるこの 初おしるこやろ、なぜか知らんけど、ね、初おしるこで馬っていうか思ったら熱だけしか言わんかったね。で、そこからは夏美と、前買い物行ってたんかな、何時なんか食べてたんかな、ちょっと忘れてしまいましたけども、ね、まあそこでもう見抜いてますよね。プレゼントあげんの言って、それをまあいいアドバイスあげましたね。ネクタイとかどうっつってね。で、まあ選ぶところも、なんか泣きながら店員に聞くところとかも、双葉の、なんやろ、もう所作がいちいち可愛いですね、ほんまに。ほんで、なかなか渡せへんと思えし、ね、渡すに渡せへん。で、渡せへんっていうのを強がってて、ね、布団にもーって潜るところとかもめっちゃ可愛かったし。さあ、そして気になるのは桜井と風間の行方ですよね、俺ね。あ、そうか。ほんで、その前にあれやな。サンタのくじをね、女性陣二人が引いたって、あれは、まあ、たまたまか。まあ、男サンタよりは、さらね、女サンタ言い方したらあれですけども、の方がさ、みたいですよね。視聴者も。まあまあ、野郎どもはそっちはみたいですよね。うん。それをね、桜井さんが、あれ、桜井春見って思うんですね。まあね、当たって、今回は当たってよかったって言ったかな。風間くんが待っててくれたんでしょみたいな。あれよかったし、そっからの、二人の雰囲気ええな。ね、ほんでそっから風間がまた飯行くかと誘って、もう嬉しそうに行くっていうのをね。あれ、電車通った時何つぶえたんやろな。まあ、この二人はちょっと、すごくうまくいきそうな雰囲気ですよね。うん。で、まあ最後ね、双葉が、やっとネクタイ渡せて、チキン食った後ね、お返しにマフラー買ってくるかね、ちょっとこれはもう予想外でしたわ。うん。で、まあ武田先輩に、言わんといてくれ言うてるのに、すぐペラペラ言うたら、もうすぐ言うもおもろかったけど、ちゃんとそういうとこ見て、マフラーないし、で、ね、心配してたんかな、わからへんけど、めっちゃよかった。いや、もうせっかくもらったもんやし、つけんのもったいないっていう気持ちめっちゃわかる。うん、やけど、つけてよ。ポン、つけた。おもろかったですね。いいおじでした。ちょっと今回は神回やと思いましたね。めっちゃわかる。なんか双葉の可愛いとこが全部出てた気がする。はい、ということで、先輩がうざい後輩の話3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、最後に軽く一言。もう今、エンタメ業界、大道芸業界は死んでます。もう月に1本仕事あるかないかという中でね、去年の3月27日、バイオレットエヴァーガーデンの10話のね、リアクション動画を何気に投稿したとこから、今1年7ヶ月もうすぐ経とうとしてますが、アニメリアクションやってきてますが、ちょっとね、残念ながら YouTube のね、著作権の警告のやり方は非常に汚いんですけども、まあ、今僕はペナルティ2つもらってます。まあ、それによりね、10月5日と6日に大量に削除したんですけども、安全を考えてね、なんと1年7ヶ月やってきた中で1年5ヶ月分のアニメリアクション動画を消すというね、まあ、ちょっと地獄を味わいまして、正直へこんで、もうやる気もなくなって、もうアニメリアクションなんてやめたろうと思ったんですけども、まあ、少ないですけども僕のことをね、応援してくださる方がおられまして、その方々のコメントにより僕は今元気でこうやってアニメリアクションをね、やってます。はい、5日前から根性を入れ直してやってます。はい、ですからね、もう今はとにかくアニメが楽しい、楽しくて仕方がない。なのでね、皆さんと一緒にこうアニメをね、楽しんで共有できたらなと思ってますんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、じゃ最後にもう一つだけ、僕は大道芸人パフォーマー、これが、本職ですから、せめてね、PV だけでもいいですし、せめてホームページをちらっと覗いていっていただくだけでもいいんで、ぜひね、見ていただいて僕のことを知っていただけたらなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、最後までどうもありがとうございました。以上、マジ大道芸人浜下。